ルノー8はフランスの自動車製造会社ルノーが1962年6月から1971年にかけて生産販売したセダンであるスペインとメキシコでは1976年まで製造された R8 は 4CV そしてドーフィンの流れを組む RR セダンで新開発のスムーズな5ベアリングエンジンやこのクラス発の4輪 ディスクブレーキなど、当時の1リッター車としてはかなり贅沢な機構、各種装備が与えられていた。ボディデザインはアルファロメオが1960年に発表した、前輪駆動のプロトタイプ車、ティーポ103に大変よく似ており、これは1950年代と1960年代に、ルノーとアルファロメオが業務提携を結んでいた影響である。搭載された、 新開発の直列4気筒 956cc エンジンは 44PS を発生した。1963年ホイールズマガジンによるオーストラリアカーオブザイヤーを受賞。1964年にはよりパワフルな 1108cc エンジンを搭載した8マジョールが追加された。さらに同年、モータースポーツ用のベースモデルとして、 さらにパワフルなエンジンを搭載した8ゴルディに1100も追加された。このモデルは排気量こそベースの1100マジョールと同じだが2機のツインチョーク、キャブレターを装備しベースモデルの約2倍にあたる 95PS を発生した。なおゴルディにモデルはブルーにホワイトストライプの入ったボディカラーのみであった。 1965年には R8 のボディを延長して、トランク容量を拡大し、装備をより充実させた上級モデルである R10 が登場している。同年イエガーが開発したオートマティックを搭載したモデルが追加された。これはドーフィンに搭載されていたものと同じタイプで、ダッシュボードに設置されたプッシュボタンで操作する3足 AT。 1966年にエンジンを 1255cc にアップし、フルシンクロのクロスレシを5足、マニュアルギアボックスやフロントの追加ランプなどを装備した、8ゴルディ2300が登場。1968年上級モデル R10 と共に、マイナーチェンジが実施され、全車 1108cc エンジンとなりダッシュボードのデザインも変更された。同時に、 ウェーバー製キャブレターとゴルディーニと同じ4等式ヘッドランプを装備した 8S を追加。8S のボディカラーはイエローのみ。また1965年で一旦消えていたマジョールの名称を再度復活させた。1970年には後継者にあたる r 1 2 1 2 8 9 c c エンジンを追加。フランスでの生産は1971年で、 終了し、全輪駆動の R12 や R6 が後を継ぐ形となった。フランス本国の他にもベネズエラ、ブルガリア、ルーマニア、メキシコ、オーストラリア、モロッコ、カナダ、アルジェリアでも組み立てが行われ、スペインのフォッシルノート、メキシコでは1976年まで生産が続けられた。 このうち、ブルガリアで生産された車両はブルガレンルと8、ルーマニアで生産された車両はダチア1100という名称で販売された。当時のインポーター日英自動車によって正規輸入が行われていた。ありがとうございます。